はい、こんにちは。マイケル太郎です。本日はですね、皆さんからリクエストかなりいただいていたこちらですね、入試数学の小学各論錬磨編についてお話していきたいと思います。これは小学シリーズの赤、青、緑とある中の2冊目ですね。これについてお話していきたいと思います。構成はですね、まずこの参考書で学べることをお話しした後に、その学べることに対してどのような人がターゲット、どのような人が使うとベストなのかっていう話をした後に最後にまとめをして終わりたいと思います。それでは行きましょう。はいですね、このまず青の本で学べることは何かというと、まあ、赤って総論なんで、まあ僕がよく言うですね、数学力は、三辺数関数である XYZ の三辺数関数であるって言って、まあ、知識量と思考の方の暗記量 と、計算力の Z っていう話をして、まあ、小学は思考の方に持ち寄っている Y の力が、学べる参考書だよという話はよくすると思うんですけれども、小学の青に関してはそのテーマがもうちょっとはっきりしてて、通過領域の Y、そして、論証分岐の選択っていう名前についてるんですけれども、前哨命題と特哨命題っていうのを知らなかったら、この本で学ぶと、まあ赤にも書いてあるんですけど、この青が一番それを強く出して、例えば全ての何々において何々が成り立つことを示す。これが前哨命題。全てのなんちゃらにおいて何かを示すことを前哨命題。で、あるなんちゃらにおいてこれこれを示すっていうのはこれ特哨命題とか、まあ、存在命題と思うんですけど、まあ、存在命題と前哨命題の話がされているっていうのが2個目。で、3つ目は、一位性の示し方、まあ、何々がただ一つであることを示せっていう形ですね、簡単に言うと。っていうのの示せっていう問題の解き方。まあ、この3つに着目して、もうこの3つに絞って、しかもこの3つに関してはどんな問題も解くっていう姿勢で書かれています。なんで学べる Y は通過領域と前哨命題、存在命題の Y と、一位性の示し方の Y、この3つが学べます。で、一位性の示し方なんてほとんど出ないと思うんですよね。まあ、普通に中間値の定理とか使ってパッと証明するようなやったらよくどこでも出ますけど、もっと深いような問題っていうのはかなり上級の学校にしか出ないと思うし、前哨と特徴知ってると言っちゃいいんですけれども、まあ、それもそれでかなり上級な話なんで、まあ、皆様に適用する。まあ、正直、フォーカスゴールドとか、まだ青チャートをやっているよ、半分ぐらい終わったよってレベルの人で使うならば、圧倒的にこれは通過領域。通過領域に関してはこの青めちゃくちゃ点に書かれてて、大体小学って問題があっていきなり解説が入って、しかもその問題めちゃくちゃ難しくて、大パニックみたいな、あんまり多くの人はお勧めしてないんですけれども、まあ、対象も2、3教員範囲に書かれてるし、なんですけど、通過領域に関してはですね、すごい良くて、まあ、ちょこちょこ聞いた人ことあるかもしれないんですけど、通過領域できる人とできない人の、まあ、大きな違いは、まあ、これ表面的なんですけど、順増法、逆増法、崩落線って言われて、分かる人は通過領域多分できると思うんですが、これ、知らない人多くないですか？学校であんま習わなくないですか？僕みたいな高校と全然習わなくて、これを知ってすごい通過領域って、すごい視野が広がって、すごい、あ、この3つのパターンで解けるんだと思って通過領域が一気にできるようになったんですけど、通過領域って結局、領域界でそれ体積求めなさいになるか、体積にも繋がってきて、結構体積の問題に難しめになると通過領域とかで聞かれてる大学多いんですけれども、通過領域の解き方がですね、すごい一貫しか書かれてるんですよね。で、しかも、小学のくせにすっげえ簡単なところから入ってくるんですよ。なんで、通過領域が苦手だって方は、この小学の、全部使わなくていいんで、参考書なんか一部使うもんですよ。1冊を完璧にって言っても、1冊の中でいる部分だけ使えばいいんで、いる部分だけを完璧になって、通過領域の部分ですね、通過領域の極意って書かれて、最初の通過領域の解説がですね、だーっとですね、難しい問題に入る前に30ページぐらい書かれてるんですけど、これは非常に難易度抑えめで、すごい系統だって書かれてるんで、通過領域ができないよっていう人にはまずこれおすすめですと。で、2つ目のパターン。ちょっとレベルが上がってきて、京大とか、東大ですね、東大、京大、東工大あたりを受けたいなっていう方で、まあ、存在命題、ある何々について何を示せとか、全ての何々において何を示せみたいな、論証系が結構出てくるよっていう大学の方には、赤よりも青の、ですね、これ何個だったかな、テーマ4ですね。テーマ4です。テーマ1、2が赤で、テーマ3、4、5が青なんですけど、テーマ4ですね、の、前哨命題と、存在命題っていう部分をきちっとやっていただいて、その論証になれる。論証で、これどうやって方針が全く立てたらいいか分かんないよっていう状態から、すべてのなんちゃらに関してこれこれ示せとか、あるなんちゃらに関してこれこれ示せ、これこれ求めようみたいな問題は確実に解けるようにしようっていうのが、テーマ4、論証分岐の選択っていうところのテーマなんで、論証結構出がちだっていうような大学ですね、東大と京大と東工大あたりかな、は、結構やってみるといいんじゃないかなと思いますが、結構な問題の難易度も上級ですし、解説も結構難しめなんで、まあ、網羅系問題集が終わったような論外で、まあ、一対一対応ぐらいまでは完璧にもう解放を覚えてよってぐらいから入るとベストなんじゃないかなと思います。まあ、別に読解力ある人はいいんですけども、結構網羅系問題集途中の人が入ったりすると問題文そもそも何も解けないんで話にならないって話になるので、ある程度数学ができるようになってから、でそのある程度っていうのは、まあ、1対1の例題が見た瞬間に回答が出るぐらいまで、で演習もそこそこ考えた手を動かせるぐらいまでなったっていう人がやるといいかなと思います。まあ、もっと具体的に言うと、まあ、もしの偏差値で言うと寸大の偏差値が65あるっていう人はぜひぜひ入ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、でですね、最後が一位性の示し方ですね。これは一位性の示し方はあんま出ないんですけど、〇〇がただ一つ存在することを示せみたいな問題のことですよね、一位性の示し方。これほぼ出ないんで、別にほとんどの人いらないですけど、まあ、東大とか京大で、なんか数学でアドバンテージを取りたいな、みたいな思ってる人、まあ、僕みたいな弱者がそういう人にアドバイスするのはもうはっきりして申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、
東大京大で数学、まあ京大だったら4巻、4巻はまあ普通か、5巻、6巻、で東大でもまあ4、5、6巻みたいなことを目指していかれるような方は、まあやっとくといいんじゃないかなと思いますが、まあここは本当タイトルになるより、3教に歯向けだなっていうことは思っちゃうので、まあこれは数学に余力のある人とか、数学が好きな人がやっていただければいいかなと思います。なので、この本、使うターゲット割と広くて、通貨領域がちょっとよくわかんないっていう人から、まあすごい東大京大で、あと数学でアドバンテージ取っていきたいみたいな人まで幅広く使えるんですけど、まあ使うところが、まあ通貨領域だけになるとか。それとかもう通貨領域が分かってるよっていう上級者の方は、まあ、一時性の示し方とか、論証武器の選択みたいなところだけをやってっていう使い方にはなるかなと思います。なんか赤は結構、なんかテーマが広いんで、それ全部やるといいよっていう話になってきて、まあそこそこ上級者、Y の力を本格的に入れていこう、論証しっかり戦っていこうみたいな人が広くやったらいいよっていう感じなんですけど、まあ青に関しては結構入り口も広い。通貨領域分かんない人どうぞみたいな感じで、前半30ページはその、通貨領域分かんない人すごい、大歓迎みたいな。そういう人でも全然使えるし、問題ないのも低いんですけども、最高等でもかなり高いっていう幅広い参考書なんで、要所要所部分部分使わっていかれるといいかなと思います。なんかこれを前から順番にやって成績を上げていくというイメージではなくて、要所要所使うっていう感じのイメージの方が、小学の青に関しては正しいかなと思います。で、東大志望の方は、まあ、去年の問題みたいなの分かりますけど、通貨領域は本みたいに出るので、これでしっかり通貨領域学んでいただいた後にですね、7月号の大学への数学ですね、まあ、通貨領域の問題、所有書はそんなに載ってないので、演習したいなって人は今月の大学への数学の7月号ですね、通貨領域の問題結構載ってるんで、ぜひぜひ見てみてください。はい、こんな感じで皆さんのブービーズでは参考書の解説をしたりだとか、皆様から寄せられるコメントで寄せられるようなご質問に対して論理的に回答するだとか、僕が運営する教育サービスであるシェアリングナイトの生徒からよく聞かれるような質問をですね、生徒からよく聞かれるということは多くの人に困っているということに、いうことで、この動画上でそれを論理的に解説するということをやらせていただいております。気軽なコメント、ご相談だったコメントで、結構全部やどう勉強したらいいのかわかんない計画を立ててほしいみたいな話でしたら、ぜひシェアリングナイトの1週間無料体験を受け付けておりますので、ぜひそちらでご参加ください。はい、今日のまとめに入ります。基本的に小学っていうのは、まあ、上級者向け、理算教育範囲という昔参考書ではあるが、青に関しては通貨領域わからない人は、まだフォーカスゴールド、青チャート、レジェンドみたいなのを使ってて、まだ値段もちょっと完璧ではないけど、8割わかってるみたいな人は、全然使えるよ。その通貨領域の部分、前半30ページなら使えるよ。まだまだ上級者になってきて、通貨領域の、基本はわかってるんだけど、難しい問題チャレンジしたいって言ったら、通貨領域の、その後ろですね、30ページ以降の問題に当たっていただいたらいいですし、もっと上級者で東大とか京大で論証しっかり頑張りたいって人は、論証武器の選択っていう部分をやっていただいたらいいですし、もっと上級者で東大京大でアドバンテージ取りたいっていう人に関しては1位制の選択をやってもらえたらいいよというお話でした。全てにおいて思考の方 Y が入ってるのはすごい解説になってますので、知識量はある程度入れてから入った方がいいと思います。はい、本日は以上になります。また明日も更新しますので、ぜひぜひお楽しみください。この動画がいいなと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。マイケルでした。バイバイ。